んにちは、じゅんこです。みさきちゃんです。今日は前回に引き続き背中痩せ、パート2をお送りしたいと思います。こちらのチャンネルではフラダンスの動きを使ってできる簡単なエクササイズをご紹介しております。今日もですね、リビングなど1メートル四方の場所で簡単にできますので、ぜひ一緒に真似して踊ってみてください。今回は、ね、背中をスッキリさせたいので、背中を意識して動いていきます。まずですね、基本の姿勢を作ります。胸を開いて、肩甲骨を開いて、肩をハンガーのように下げていきましょう。お腹と背中はまっすぐです。そして首をまっすぐ伸ばしてみましょう。その状態でまず胸のところですね、手のひらを置きます。この時もね、姿勢悪いというのではなくて、しっかり上半身力を入れてみましょう。こうしてね、腕の付け根と体をこう離すようなイメージですね。はい、肘を固定できますよ。でね、出るです。この時ね、右手は斜め前に出しています。で、左手は耳の横ですね。この動きもですね、首がこうなくならないように、できる限り胸を開いて、大きく動いてください。ね、反対行きましょう。 L ね、 L ね、 L。 この時ですね、伸ばしてる方の手は肩を落とした状態でぐーっとこう上からね、こう引っ張れてるような感じ、ストレッチをできる方はしてみてくださいね。伸ばしてる方の手の付け根ぐーっとこう伸ばしてみてください。そうするとさらに、ね、効果が上がります。ね、L、ね、L。結構ね、肩甲骨をたくさん使いますので、肩甲骨もほぐれてきますね。背中がこの動きをしていると強くなってきます。では次は、音楽に合わせて一緒にやりたいと思います。足は、フラのカホロというステップを一緒に組み合わせています。では一緒にやってみましょう。はい、ではまず手の動きからいきますよ。はい、せーの、腕、L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 、腕、首がずっと長い状態でやりましょう。腕、L、腕、このね、腕が伸ばせない方はね、無理しないでくださいね。ご紹介していきたいと思います。ぜひですね、私たちと一緒に体を動かしてみましょう。